始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タラバコートのアンデュです。今回もイケナイノートレ前回の続きから遊んでいきたいと思います。それではステージ117、男女間のトラブルでも実はだって、あ、なるほど、妊娠してますと。でも多分この男はお金を差し出しているってことは、なんだ、中絶してほしいみたいな、そういうことかな。いやでも実はってことは、これ妊娠じゃないんじゃない、わざとお金だけもらおうという女の悪どい作戦。タオル慰謝料をせしめる魂胆で、だってこれもうあれだよねお腹をスイカにする手術を一回してないとさ、絶対できないよねこんなのだって落ちちゃうもん、手で止めたらないもんスイカを。こいつやばいわ、そこまで考えた上でやってる。来ました、ステージ118、幽霊にも秘密がある。だってえ、なんだ、実は幽霊じゃないとか、え、なんかちょっと眉毛の位置が変わるけど、なんだ幽霊の秘密って、え、いやいやいや、幽霊世界にそんなね、そんな世界ないって。幽霊世界でそこのマウントを取ることはないでしょ、さすがに幽霊界のエリートなんじゃない、もしかして。大きい幽霊もいるマンネリを解消して、だって。ああ、なるほどね、長年の付き合ってるカップルとか、長年付き合ってるじゃねえな、結婚もう10年目以上の夫婦とかになってくるとこうなってしまうのかもしれませんね。まあ、マンネリを解消するってことはきっとこういうことなんですよ、間違いない。はい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 、昔の下着なのみたいな、可愛いでしょみたいなやる気マックス、寝かせないぜ男すぎるだろこいつ。素敵なプリンセスの秘密は、だって、いやないない、こんな素敵なプリンセスの秘密なって、女性だってすね毛は生えます、当たり前のことです。バレちゃったかしらお、分けて、だって、え、こんなの包丁でしょ、包丁で切って2等分ってことでしょ、半分に切るだけじゃん。大人気男子アイドルくんの秘密と、あ、だって、なんかこれ逆あってね、女の子の秘密みたいな、これハゲてるとこじゃない、違う、ハゲてない、でも秘密なんて特にない。ん、左手の薬指に指輪ということは、もしかしてこいつ結婚してる、実は既婚者子持ちなんだいや、おめでとうございます。でも発表はしてほしいよね、せめて結婚しましたとか子供いますとか、ちゃんと伝えた方がいいと思います。ステージ123、スリルを味わいたい。え、何スリルって、手と足と目、え、なんだ、何のスリルだこれ、むず。右の女の人も気になるよね、まさか右の女の人は不倫相手みたいな、後ろから手を回す、これです、間違いない、やっぱり絶対緑の髪の人が不倫相手で、男とイチャついてて真ん中の彼女は気づいてないみたいな、そういう三角関係だと思います。いきます、 Yes Fall in love。 ビジネスマンの秘密だって、待って、耳のピアスでかすぎじゃね、いくらなんでも、何あのピアス、バケモンじゃん。え、わかった、このカバンの中に拳銃入ってます、間違いない。SM プレイ、もしかしてお前何しに行くん、そのカバンつけて誰に SM をしに行くん、アフターファイブはいやでも別にいいと思うけどね、結婚とかしてないんだったら別にあのその方の趣味なんで。125、魔法解いて、だって、うわ、いいの解いちゃって、こんなん12時の鐘です、間違いない。ドレスもガラスの靴も、あ、ガラスの靴は片っぽだけ残ったんだっけ、あれ謎だな今思えばうわ、汚ねえ女だからストレートすぎるっていくらなんでも、かわいそうだって。ステージ127、美しくなりたい。鏡よ鏡ね、整形外科これだろ、もう間違いない、科学の力、魔法なんて信じれませんから、結局科学。鏡くんの好きな言葉は情熱全然意味わからない、整形したのかこれ、変わった、ちょっと目が大きくなったか、お、持ってだって、あ、なるほどね、間違いない、このおしゃれな下着です。え、あ、胸がないってことか、そういうことか、じゃあもう肉まん詰めよ。でも乳首溶けそうだけどな、熱すぎて、絶対溶けるよね
ちょうどいいあったかさの肉まんだったわ。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。